茨城県道358号日立東海線、東海村竹河原止大橋を望む茨城県道358号、日立東海線は、茨城県日立市から同県中郡東海村に至る一般県道である、九時川田園通りという名称が付けられている。日立市と東海村の境に流れる一級河川、九時川を渡るルートの一つ。日立市の国道六号、 日立製作所日立研究所近くから分かれ、日立電鉄線の線路跡を横断する指導の延長線で、国道293号との交差点が、県道区間の始まり。日立川では両側に、広大な農地を望み、止め大橋を渡る。東海村に入り再び田畑を望んだ後、上り坂を越え、三度農地の中を通って、市街地に入った茨城県道62号日立。 中港山形線との交差点で、県道区間が終わる。この先は、村道として続き日立中市、中市に至る。開通以前は、国道6号の酒木橋、国道245号の九条橋のほか、生活道路として富橋と竹川原橋という二つの、沈下橋があったが、国道は渋滞することが左半時なこともあり、幅が狭く欄干のない沈下橋を通る車両が多く、 転落事故が絶えなかった。渋滞と安全性の問題を解消するべく、止め大橋と両岸の都市計画道路が建設され、2003年に開通した。全区間2車線。福音は十分確保され、カーブも少ないことから普通車のみならず大型車も安心して通行でき、開通以後は周辺道路と橋梁の渋滞が緩和された。道路は、九じ川堤地と日立大地にまたがり、 ちょうど陸側の国道6号と海側の国道245号の中間に並行して位置する。低地部は広大な田畑が広がり久慈川の下流部を止め大橋で道路が渡る。また第一部は畑の中に宅地が広がりを見せ、終点周辺は東海村市街地となる。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の区域の決定、茨城県法、第1448号、P23。AB、道路の区域の決定、茨城県法、第1447号、P4。ABCDE、茨城県道路現況調所平成26年4月1日現在、県道路線認定に関する告示茨城県法。 号外第87号4月1日より、道路の共用の開始、茨城県法、第1447号、P5、道路の共用の開始、茨城県法、第1448号、P24、自動車制限令の規定の基づく道路の指定、茨城県法、第1551号、ピアニッシも、8から9。ありがとうございます。